太平洋岸北西部は北アメリカ北西部のアメリカ合衆国アラスカ州からカナダのブリティシュコロンビア州を経てまたアメリカ合衆国の太平洋岸北西部に至る地域である太平洋から見た北西部ではなく北アメリカ州の陸地で見た北西部であるまた言葉が類似しているためにカナダの北西部順州やアメリカの北西部領土と混同されることがあるので 注意を要する。太平洋岸北西部はその海岸と内陸部も含めた地域の故障である。北西部海岸という言葉が海岸地域のみを表すときに使われている。さらに北西部平原という言葉は内陸地域を表現するために使われ、通常は内陸部と呼ばれている。この地域の大都市は人口順にカナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバー。 アメリカのワシントン州シアトル、オレゴン州ポートランド、ワシントン州、スポケントタコマ、アイダホ州、ロイシュ及びワシントン州のバンクーバーである。この地域の生物群系や生態地域は、周りの地域とはっきり異なっている。ジョージア海峡、ピュージェット湾の盆地は、ブリティッシュコロンビア州とワシントン州に分かれており、世界でも最大の団体タウリンである、太平洋団体タウリンが、 アラスカ州からカリフォルニア州までの海岸に沿って伸びている。カスケード山脈と海岸山脈から内陸の乾燥地域は地形的にも気候的にも海岸とは大変異なり、コロンビア平原、フレーザー平原及びそれら山脈に含まれる産地で構成されている。内陸部の気候は大西部の砂漠気候が北に伸び、 はるか南のグレートベースンまで広がっている。その乾燥砂漠地帯の北限は、艦隊の針葉樹や様々な鉱山植物地帯で、縁取られている。太平洋岸北西部の異なる定義と、関連用語大西洋岸北西部を大まかに定義すれば、東西は太平洋から北アメリカの分水嶺まで、州で表現すると、ワシントン州の全部、オレゴン州。 アイバホ州及びブリティッシュコロンビア州の大半、またアラスカ州、ユーコンジュン州及びカリフォルニア州の隣接する部分となる。他にカスケード山脈から派生したカスカディアという呼び方があり、太平洋岸北西部と同じような範囲を指すが定義はない。太平洋岸北西部という呼び方が19世紀初期に起源があり、 かなり古いものである。カスカディアは1980年代に心臓をされた新しい呼び方であり、地質学、生態学及び気候学で使われ、またカスカディア独立運動というような時や地域市場を表現して小さな事業や組織に使われている。二つの言葉の中で太平洋岸北西部のみがどの場合でも使われ、 カスカディアが表すよりも広い範囲を含んでもいる。カスカディアは、より海岸に近く、ワシントンとオレゴンの上緑樹林三角地帯に限られることがある。生態地域に関しては、カスカディアという言葉で、北アメリカの団体タウリン帯を通って、太平洋に注ぐ川の水系と定義できる。アメリカ合衆国では、太平洋岸北西部という言葉が、 アメリカ合衆国北西部の公式の地域大半に対して使われる。これには合衆国の州が含まれているが、カナダは含まれていないし、連続性からアラスカも除外されることがある。イギリス船の船長で、元は死略船に乗っていたフランシス・ドレークが1579年にオレゴンの海岸沖を航行した。 フアンデフカというスペインに雇われたギリシャ人の船長が1592年頃にファンデフカ海峡を発見した可能性があるが実際に発見したのかどうかは長い間疑問のままである。彼は太平洋岸に開いた大きな入り江からアメリカ大陸北方の海に達して北西航路を発見したと主張したがこのような海は現実には存在しないため彼の功績は疑わしい。 しかし、後世になって、オリンピック半島とバンクーバー島の間の短い海峡は、不安で不可にちなんで名付けられた。1740年代の初期に、ロシア帝国がデンマーク人のビクスベーリングをこの地域に送り込んだ。1700年代遅くまでにまた19世紀に入って、ロシアの開拓者が、太平洋岸に、いくつかの基地と地域社会を建設し、最終的に、 カリフォルニア州のフォートロスまで到達した。1774年、ヌエバエスパーニャの副王が、フアン・ペレスをサンチアゴ号で太平洋岸北西部に送り出した。ペレスは1774年7月18日に、クイーン・シャーロット諸島に上陸した。ペレスが到達した北限は、北緯54度40分であった。この後の1775年、ブルーデセタので、 フアンペレスとフアンフランシスコでラボデがイクアドラを士官とした別のスペイン人に遠征隊が続いて1775年7月14日にオリンピック半島のキノールと川口付近に上陸した解決病にかかったエセタはメキシコに帰還した1775年8月17日、キトにあったエセタはコロンビア側の河口を見つけたが それが川なのか海峡なのか見分けがつかなかった。船で中に入ってみようとしたが早い潮流のために失敗した。そこをバヒアデラ・アスンシオンと名付けた。エセタが南に行く一方で、クアドラは遠征隊の第二戦そのラゴで機体の旅を続けた。クアドラはキロに着く前に北緯59度まで達した。1776年イギリスのジェームズ・クック。 船長がバンクーバー島のヌートカ湾を訪れ、さらにアラスカのプリンスウィリアム湾まで航海した。1779年、スペインの3回目の遠征隊がプリンケサ号に乗ったイグナシオ・デオルテガの式で、またクアドラをファボリテ号の船長としてメキシコからアラスカの海岸まで航行し、この時は北緯61度まで達した。 スペインは他にも1788年と1789年の2回、どちらもエステワン、ホセマルチネスとゴンザロ・ロッペスデアロの式で太平洋岸北西部を航行した。この後の方の遠征の時にアメリカ人のロバート・グレー船長とヌートカ湾近くで出会った。ヌートカ湾に入ったところでスペイン隊は ウィリアム・ダグラスとその船イフィゲニア号を発見した。この後に起こったのがいわゆるヌートカ事件であり、ヌートカ協定として知られる合意で解決した。1790年、スペインはフランシスコ・でエリザの式でヌートカ湾に3隻の船を派遣した。エリザはヌートカ2基地を建設した後で、いくつかの探検隊を送った。サルバドール・フィダルゴは北のアラスカ海岸へ向かった。 マニュエル・クインパーは、ゴンザロ・ロペスであろう水先案内人として、ファンデフカ海峡を探索し、途中で、サンフアン諸島とアドミラルティリエを発見した。フランシスコ・デリザ自身は、サンカルロス号を買って、ファンデフカ海峡に入った。ポートディスカバリーの基地から、サンフアン諸島、ハロー海峡、ロザリオ海峡及びベディンガム湾を探索した。 ジョージア海峡を発見する過程で北の手肌島まで探った。エリザは1791年8月にヌートカワンに戻った。別のスペイン人探検家、ハキント・カーマノが1792年5月にアランサス号でヌートカワンを航海した。そこでカーマノはスペイン開拓地を指揮していたクアドラと出会った。クアドラがカーマノを北へ派遣し、 今日アラスカペンハンドルと呼ばれる地域を探検させた。カーマノの地図を含み様々なスペイン人の手になる地図が1792年にジョージ・バンクーバーに手渡され、スペインとイギリスは共同で複雑な海岸線の地図を作った。ジョージ・バンクーバーはイギリスのために地図を作成した。その範囲はピュージェット湾の湾や入江、ジョージア海峡、ジョンストン海峡、 クイーン・シャーロット海峡及びブリティッシュ・コロンビア州の海岸線やアラスカ・ペンハンドルの海岸線にまで及んだ。スペインの最後の探検隊はディオニシオ・アルカラガリアーノとカエンターヌ・バルデスの式で1792年6月21日にジョージア海峡でバンクーバーと会った。バンクーバーはピュージェット案を探検したばかりだった。 スペイン体験隊は、アドミラルティーリエと、まだ探検していないその南部の地域について知ったが、北へ向かうことにした。スペイン隊は、バンクーバーに会う、少し前にフレーザー側を発見し中に入っていた。ガリアーノ、バルデス及びバンクーバーは地図を交換し、共同作業を行うことに合意して、北に向かいともに、海岸線の地図を作った。ジョンストン海峡を通過し、また、 ヌートカ湾に戻った。この結果ヌートカ湾を出発したスペインの探検隊はヨーロッパ人で初めてバンクーバー島を一周したことになった。バンクーバー自身はまずヌートカに行かずに不安で不可海峡に入っていたのでバンクーバー島を一周したことにはならなかった。1786年フランス人のジャン・フランソア・ラペルーズがヌートカ湾を訪れた後に クイーン・シャーロット海峡まで航行したが、ラペルーズとその部下及び、航海日誌がオーストラリア近くで難破した時に失われ、この地域に対するフランスの領有権主張の可能性が消えた。ジェームズ・バークレー船長もオーストリア帝国の国旗で、この地域に訪れた。アメリカ商船のロバート・グレー船長は海岸で交易を行い、 コロンビア側の加工を発見した。チャールズ・ウィルクスが1841年に作成したオレゴンカントリーの地図この地域に対する最初の領有主張はスペインによるもので、太平洋はスペインの湖としてスペイン帝国に付属するという解釈のトルデシラス条約に基づいていた。ロシアが太平洋の反対側まで毛皮交易を広げようとしたためにスペインは その所有権を確保するために北方まで遠征隊を送ることになり、一方同時にイギリスはジェームズ・クック船長やそれに続くジョージ・バンクーバーによる遠征を盾に領有権を主張した。フランス、オーストリア及びポルトガルも主張しようとしたが、すでに不可能であった。ヌートカ協定については1794年末にスペインは 排他的優先権を諦め、他の強国とこの地域を分け合うことに合意し、その過程でヌートカワンの守備隊も引き上げさせた。アメリカ合衆国は後と2 8 0 4年から1805年にかけてのルイス・クラーク探検隊によるこの地域の探検に続いて領有権を主張した。これにはオレゴン・カリフォルニア境界線の北に領有権を 主張するスペインとの交渉も関わっていた。1810年代から1840年代まで、現在のワシントン州、オレゴン州、アイダホ州及びモンタナ州の西部は、ブリティッシュコロンビア州の大半とともに、アメリカ人の言うオレゴンカントリー、イギリス人の言うコロンビア地区の一部であった。この地域は、アメリカとイギリスの間で、開拓よりも、 利益の共同管理を決めた1818 18年条約により、両国が共同で、領有主張していた。1840年、アメリカ人のチャールズ・ウィルクスがこの地域を探検した。バンクーバー・トリデに本部を置く、ハドソン湾会社の主任であったジョン・マクローリンはこの、時代の大半、地域の事実上の政治的主権者であった。 アメリカの開拓が進み、ジェームズ・ケイ・ポーク大統領が、オレゴン・カントリーとテキサスの併合を主張して、大統領に選ばれた後は、この勢力関係が終わった。ポークの選出後支持者たちはこの地域の北限である、北緯54度40分の線を指して、54度40分、さもなくば、戦争という有名なスローガンを作った。 イギリスとの戦争の恐れが消えた後、1846年のオレゴン条約でオレゴン協会紛争は落着した。この協定では北緯49度線を協会とすることで決着したが、その後1859年にもう一度ピック戦争と呼ばれる国境紛争が起こった。北緯49度線より北の本土内領土は1858年まで、 編入されないままであった。この年、フレーザー・キャニオンのゴールドラッシュで大量のアメリカとは言うものの彼の一方的な行動を正式に批准したのは数ヶ月後であった。二つの植民地は費用節減のために1866年に合併され、1871年にカナダ連邦に組み入れられた。 アメリカ合衆国の領域は1848年に、さらに後にいくつかの準州に分割され、州に昇格して行った。最初に州になったのは1859年のオレゴン州である。アメリカの拡張主義者によるブリティッシュコロンビアに対する圧力は、植民地がカナダの州になった後も続いた。ただし、この地域に住んでいるアメリカ人は、 カナダ併合主義者とはならなかった。フェニアンブラザンフードが公然と組織され、越境しての攻撃まではなかったが、特に1870年代と1880年代にワシントン州で訓練を行った。アラスカ国境紛争の間、セオドアル・ーズベルト大統領は、イギリスがユーコン校の問題で屈服しなければ、 ブリティッシュコロンビアを侵略して俗領化すると脅した。最近でも1990年代のいわゆるサーモン戦争でワシントン州選出上院議員のスレード・ゴートンはアメリカ海軍がインサイドパッセージを通行することを要求した。ここは公式の国際水路ではない。太平洋岸北西部は活発な火山や地質断層があり、地質学的に活性である。 太平洋岸北西部には海岸山脈、カスケード山脈、オリンピック山脈、コロンビア山脈及びロッキー山脈があって多様な地形である。ここでの最高峰はワシントンカスケードにあるレーニア山で標高は14,410フィートである。カスケード山脈のすぐ内陸は広い高原であり、北に行くほど狭くまた高くなっている。合衆国のこの地域は 半乾燥あるいは完全乾燥地帯であり、コロンビア川大地として知られているが、カナダのブリティッシュコロンビアでは内陸大地と呼ばれ、またフレーザー大地とも呼ばれる。コロンビア川大地は氷河時代の大規模な洪水の名残で、斜、壁や峡谷及び大地となった。コロンビア川は大地の周辺を深く広い谷でえぐり、カスケード山脈を抜けて、 太平洋に注いでいる。ミシシッピ川と同様に多くの支流を集め、その数は他の本土48州のどこよりも多い。多くの地域は豊富な降水量があるので、太平洋岸北西部には豊富で広範な森林があり、一時期は世界でも最古の木があった。海岸に近い森林は温帯タ,タウリンに分類され、地元の言い方では、 冷たいジャングルである。バンクーバー、ポートランド及びシアトルといって大都市は全て地域の木材、鉱物及び農作物の積み出し工として始まったが太平洋の縁にあるという地の利を生かしてシリコンフォレストのような技術と工業の中心地として発展した。この地域にはアメリカ合衆国の4つの国立公園がある。 オレゴン州のクレーターレーク、ワシントン州のオリンピック国立公園、レーニア産、およびノースカスケードである。他にも結出した景観の地域があり、オレゴン海岸、コロンビア側、峡谷、コロンビア側、セントヘレンズ山および、オレゴン州とアイダホ州の間のスネーク側にある、ヘルズ峡谷がある。カナダ側では、バンクーバー島西海岸のパシフィックリム、レベルストーク、および、 セルカーク山脈とロジャースパスのグラシア、またロッキー山脈のブリティッシュコロンビア側にあるクートネーと両方の各国立公園がある。国立公園や人握りの州立公園のように保護されてはいないもののブリティッシュコロンビア州の海岸山脈南部と中央には世界でも最大の注意度表現が5つある。 太平洋岸北西部はその気候も多様である。海洋性気候は太陽と鉱山に挟まれた多くの海岸地域に見られる。高い山脈では高山気候である。鉱山の東、いわゆる雨の陰地帯では半乾燥層及び乾燥気候となっている。オレゴン州のハーニー盆地が乾燥気候の一つの例である。レベルストークの近くでは半乾大気候となる。 さらに北では亜寒帯気候となる。ビクトリアなどでは地中海性気候となる。太平洋岸北西部の人口の大半はバンクーバーシアトルポートランド回廊に集中している。この地域は大都市圏と見られている。この大都市圏はアメリカの週間高速道路5号線を経てオレゴン州やワシントン州にまたブリティッシュコロンビア高速道路99号線を経て ブリティッシュコロンビア州内の諸都市に広がっている。2004年時点で、グレーターバンクーバー、定地本土、シアトル都市圏及び、ポートランド都市圏を合わせて、ほぼ900万人の人口である。この地域の顕著な産業と製品は次の通りである。勝手は、アルミ製錬が地域経済の重要な部分を占めていた。 コロンビア川の発電用ダムによって生み出される。電力は20世紀半ばで少なくとも10のアルミ製錬所をまかなえた。第二次世界大戦の終わりまでに、これらの製錬所で合衆国のアルミ生産工の3分の1以上を生産していた。生産量は1950年代、1960年代まで上昇したが、その後加工した。21世紀初めた平洋岸北西部の アルミ産業は基本的に消滅した。太平洋岸北西部の文化も極めて多様であり、地域の多様な地形をある程度反映している。大都市の大半を含む西方の住人の大半は政治的に革新的とみなされているが、カスケード山脈から東の人口が希薄な地域では政治的にも文化的にも保守的な傾向がある。太平洋岸北西部の都市では、 アッシュランドのような小さな町からシアトルやバンクーバーのような大都市に至るまで環境保護主義が浸透している。リサイクルや公共交通機関を利用することなど環境に配慮した動きが大きな都市になればなるほど活発であり利用されている。国際的な組織グリーンピースは1970年にアリューシャン列島のアムチトカ島でアメリカが行った 核実験に反対するブリティッシュコロンビア州における大規模な民衆の反対運動の中から生まれてきた。スキー、スノーボード、登山、ハイキング、キャンピング、およびボートなどの水上スポーツが屋外活動として人気がある。住民は一般に地域の多様な地形を好み、大自然の下で時を過ごすことを楽しんでいる。ジョエル・ガローの著書。 北アメリカの旧民族の中で、エコトピアという小説に出てきた言葉に倣って、太平洋沿岸部をエコトピアと呼び、東部の空白の部分と呼ぶものとは異なる文化があり、また必然的に経済的にも環境学的にも異なったものがあるとしている。この地域特有のエコトピアという概念は、異なる定義によるカスカリアとは一致していないことに注意を要する。 一人あたりのビデオゲーム使用量が他地域に比べて多いことも興味あることである。ワシントン州、ブリティッシュコロンビア州、オレゴン州、カリフォルニア州は、よそで議論を呼びそうな主題について、政治的に革新的な見解を支持することで知られている。4州ともに、妊娠中絶法、医薬としてのマリファナの合法化について、相対的にリベラルな立場を取り、 LGBT の権利についても支持側である。オレゴン州は1994年の尊厳司法で安楽死を合法化したアメリカでも最初で唯一の州である。合衆国で最初のヒスパニック系大学コレジオシーザー・シャベは1973年にオレゴン州マウント・エンジェルに創設された。太平洋岸北西部は独立系音楽でも知られており、特にグランジや いわゆるオルタナティブミュージックとともに、歴史的に根強いフォークソングや、ワールドミュージックがある。kexp.org は、シアトルに本部を置く、よく知られた、独立系音楽のラジオ局である。この地域では、パールジャム、サウンドガーデン、プレジデンツ・オブ・ザ・ USA、ハート、モデスト・マウス及び、ニルバーナといったバンドが活動を始め、 その時々のロックバンドの主流となってきた。この地域の食材としては、サーモン、ハックルベリーや産地ごとの果物、野菜、およびチーズがある。アジアや中東に影響された西海岸の多文化料理はカリフォルニアのものよりもさらに多様となっている。土地で生産された果物や野菜は産地が近いために出荷時期に毎週また毎月行われる。 農業士が人気を博している。北西部のチビールとブドウ酒は飲酒家に人気がある。バンクーバー、ベリンガム、シアトル、オリンピア、ポートランド及びユージーンでは特に大麻も人気があり、許されている。アメリカ合衆国のカスケード山脈から東では、ラテン系の民が農業労働者となり、人口も多い。またその西部の地域でも、一般の労働力として増えつつある。 アメリカ側の太平洋岸北西部では多くの地域社会でアフリカ系アメリカ人の数がアジア系やラテン系の数よりも少ないという現象があるがスポケイニやユージンなどやや小さな都市圏ではアフリカ系アメリカ人の人口が増えつつある。シアトルやポートランドのような西部都市圏ではアフリカ系アメリカ人の集中があるが他の地域とは異なり バンクーバーやシアトルで見られるように黒人多数社会はアジア系多数社会よりも少ない。2000年時点で多数のアジア系住民が中流クラスの郊外に移住し始めたが歴史のある地域社会の存続を危ぶむ声も出ている。アフリカ系アメリカ人が市長や地域の養殖に就く一方でワシントン州では 中国系アメリカ人のゲイリー・ロックを1990年代の知事に選んだ。ブリティッシュ・コロンビア州の少数民族のものは政治や行政のあらゆる階層に見られ、カナダの歴史で初のつくことがいくつか起こった。インド系カナダ人のウジャールド・サニーは非白人で、初めて州の首相になった。中国系カナダ人のデイビッド・ラムは非白人で、 初の副知事になった。太平洋岸北西部での英語の鉛は、ほとんどのアメリカ人やカナダ人に、大変に自然なものと考えられている。語絶母音が融合してしまういわゆるコット、コートマージャーが起こるが、昔からの一般的アメリカ英語に近いものとされる。アメリカの北部都市で見られるような母音の変化はない。また強いカリフォルニア鉛や、カナダ鉛も存在しない。 はっきりとした母音の変化がないために、アメリカの中北部、カリフォルニア及びプレイリーの方言と類似しており聞き分けができない。チヌーク言語は、この地域の先住民族の間で作られた美人言語、すなわち貿易言語である。ヨーロッパ人との接触後に、フランス語、英語及び、クリー語が一つの言語になり、結果的に、チヌーク言語は、 アラスカからオレゴンにかけてのパシフィックスロープで25万人の人が話す国際語となった。チヌーク言語は19世紀が最も使われた時期であり、20世紀になっても自然地域に住む先住民族。カナダではファーストネーションズに共通して、しかし排他的ではなく使われた。今日、その影響は、 地名や地域によるスラングの中に見出される。特にこの地域特有のスクヨクムという言葉に顕著である。英語と先住民の言語以外に、特にブリティッシュコロンビア州では19世紀のゴールドラッシュ以来中国語が多く使われるようになった。1980年以降、アジアからの大規模な移民の増加により、それまでの関東語の方言であるダイヤマ語マに変わって、 関東語と北京緩和が優勢になった。ブリティッシュコロンビア州では、パンジャーブ語も使われており、大きな飼育教徒社会を形成している。太平洋岸北西部は北、アメリカで英語を話す民が、最後にキリスト教を伝えたところである。このことはカスケード山脈の西で伝えられている。それにもかかわらず、 地域の大きな国際的事前団体4つのうち3つまでが信仰に基づくものである。ノースウェストメディカルチームインターナショナル、ワールドコンサーン、ワールドビジョンインターナショナル及びマーシーコーがそれである。落ちぶれた労働者や酔っ払いに食べ物と教えを提供する避難場所としてのスキットロード伝道所の原型はシアトルやバンクーバーのスラム街で始まった。 旧西軍はバンクーバーのギャスタウン地区に深い根があり、1880年代のカナダ太平洋鉄道の建設やクロンダイクのゴールドラッシュで脚光を浴びた時代からのものである。教会に集まる人の比率は小さいものの、この地域には特徴あるキリスト教の集団が集まっている。ロシア起源のドーコーバー派からブリティッシュコロンビア州の最先例派であるメノナイトまで、 数え切れないくらいの宗教に基づく社会が、フィンランド人、ノルウェー人、デンマーク人などによって作られてきた。メノナイト中央委員会による補助療法サービスは、ブリティッシュコロンビア州のアボッツフォードに本拠を置いている。メノナイト中央委員会とメノナイト災害支援サービスは、フレーザー渓谷の強いナノナイト社会から、多くの入信者や寄付を集めている。 この地域にはまた聖教会のかなり強力な支部があり、ウクライナ東方キ機ツ教会も存在する。多年にわたって東方の特に仏教や道教の探索が太平洋岸北西部では盛んになっており、特にチベット仏教は強い信者がいる。北西チベット文化教会はこの手の組織としては世界最大と主張しており、1993年に ポートランドに設立された。洋画哲学の教えやスーフィズム、民族信仰や古代信仰、及びその他の哲学が広く研究され、受け入れられている。ブリティッシュコロンビア州の定地には、シーク教徒のカナダへの移住者が多く、大変大きな地域社会と文化を作っており、また同様に1980年代のアジアからの移民の増加により、 中国仏教寺院や、神徒も成長している。ヒンドゥー教、ゾロアスター教、および最近増えているインド、中東、アフリカ、バルカン半島、東南アジアなどからのイスラム教神徒が少数場がいる。ニューエイジの思想やネオパガニズムのような宗教や、思想もこの地域は引きつけている。メアリ・マニン・モウリシーのリビング・エンディッチメントセンターと呼ばれる。 メガチャーチは、オレゴン州ウィルソンビルにあり、推定新徒数2000から5000の間の世界でも、最大の新宗教である。モーリシーの人生の鍵宗教計画は、アメリカ西海岸の主要ネットワークで放送されている。神との対話を表したニール・ドナルド・ウォルシュは、オレゴン州、アッシュランドに住み、退役者センターを営んでいる。 国際的に認められた精神指導者で、プーンジャジの教え子でもあるがアンガジもアッシュランドに住んでいる。不死身の存在であるラムサの共同書がワシントン州へエルムに最近作られた。サニアシンのオジョラジニー氏は、オレゴン州アンテロープ近くに信仰と生活様式のセンターを設立した。ここにはヒンズー教の創員があり、地域経済のダッシュを試みたことがある。 神の光の使節団はブリティッシュコロンビア州の100マイルハウス地域で顕著な存在である。さらに議論を呼ぶことは20世紀の初めにブリティッシュコロンビア州のガルフ諸島でブラザードウェルブによって主催されたコミューンである。オレゴン州ウィラメットバレー、アラスカ州、アルバータ州などにはオールドビリーバー、すなわちロシア正教古意識派の大きな集団がいる。ありがとうございます。